ど、牛って言われます。牛、今から向かう右の山がね、二郎牛っていう山があるんですけど、竹冠に及ぶと書いて牛って言うんですけど、実は竹の追いかごっていうことは入れ物です。そう表してる。なるほど。ここに書いてます、鶴井さんと二郎牛っていう、はい、だから鶴井さんは昔太郎牛って言ってました。太郎二郎ペアなんです。なるほどなるほど。俳優じゃなかった。そうです。だからこれ私の追いかごは今横と縦にあるの